はい、よろしくお願いします。今回は数三の痴漢積分丸2をお送りします。で、今回この3問ね、やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回ですね、痴漢積分丸1ってことで、痴漢積分がスタートしました。で、前回の1番の問題が、インテグラル 4x-1 の3乗だったかな？この dx。こんなんやりましたね。で、痴漢積分っていうのは痴漢、当然漢字通り置き換えるやつです。ただ、前回やった問題は、痴漢積分の基礎だったので、まあ、置き換えるんだけど、できる限り頭の中で処理してね、みたいな話をしました。で、だから置き換えてる感じがしなかったんだよね、前回に関しては。ただ、それよりはやっぱり難易度がこうやって上がってくると、がっつり置き換えていくタイプの問題です。今回はね。じゃあ早速、1番をやっていくんですが、まずね、これ全部が全部じゃないんですけど、その痴漢積分を勉強していく中で、1個の目安というか、慣れてくるまでね、慣れてくるまでは、ルートがあったら、もうそれをルートを痴漢置き換えて、もう違う文字で置き換えてやっていくと、スムーズにいく問題が非常に多いです。だから今回に関しては、x ルート x プラス1なので、そのルート x プラス1の部分を、文字を使って、まあ、自分は t を使いますけど、こうやって置いていくんです。で、与えられた様式、これを全部 t に変えていきます。今から。で、今さ、ここを置いたことによって、この部分、ここは t ってもう置き換えられるじゃないですか。残りはこの x と dx、ここだけです。この2箇所を t で置き換えたいと。じゃあどうするかってことで、まずこれ置いたから両辺2乗しましょう。ルート邪魔だからね。で、両辺2乗するとルートが外れます。こっちが t の2乗となります。で、これは一応計算というか、プラス1を右辺に持っていくと、t の2乗マイナス1となるので、x イコール t 2乗マイナス1、x イコール t 2乗マイナス1だから、ここがね、t で置き換えることができましたと。じゃあ、あとは dx です。で、dx はね、まあ、今までもやってきましたが、ここを使います。ここ。この部分を、ちょっと囲っちゃいますね。ここを微分します。で、何で微分するかっていうと、これ t で微分します。t で微分。で、そうすると、ちょっと右辺から行きましょう。やりやすいからね。t の2乗を t で微分するともちろん 2t です。今まで勉強してきた通り。で、x を t で微分した場合、文字が違うんですけど、まず普通に微分します。x を。ってことは1だよね。1。で、それに x を微分したから dxdt をくっつけてください。で、1はさ、微分したら消えてしまうので、これ無視でいいです。で、これは1はね、かけても意味ないんで、もう消しちゃいますけど、こうなると。で、これを、まあ、両辺 dt をかけるイメージでいくと、dx イコール 2t dt とこうなります。だから、ここが 2t dt となることによって、x だった式が全部 t に変わるんです。これで、じゃあそっちで解いていこうと。いいね。式が変わります。全部かけるよ。これとこれとこれね。で、まあ、2t2 乗を配るって考えると、2t4 乗マイナス 2t2 乗か。こうなりますかね。で、dt。で、これなら積分がすんなりできますんで、やっていきましょう。t の4乗、積分すると5分の2。こうなる。t の2乗、積分すると3分の1が出てくるので、こうなります。ですね。積分定数書いておきましょう。で、もちろんこれを答えて書いたら×です。なぜなら t は勝手に自分で置いた文字だから、x に戻しましょう。で、戻していくので、その前に整理します。ここでね、いきなり戻すと、上ってなるから、まずまとめます。で、ここの2つの項を見て、5分のと3分のだから、15分の出すか。で、2が共通だから2も出そう。で、t の3乗も出せるから3乗出しておきます。で、何が残るか。15分の2をくくり出したので、逆数の2分の15をかければいいんだよね、ここに。2分の15をかけると、3か。だから 3t2 乗、2分の15をかけると5が残る。こうですね。こうなってる。で、またこの t、このここまで来たら t を戻してあげます。今 t をこうやって置いたからね。
戻してあげると、これはお待ちを、右のね問題のことを考えると、もう一行行きたかったな、入んねえね、いきます。15分の2、 t の3乗っていうのはこれね、ルートの3乗で、まあ、これを3乗、元々2分の1乗だからさ、2分の3乗って書いてもいいなと思うんですけど、2分の3乗っていうのは、このカッコ1個出てきて、ルートが1個残るんだよね。1乗と2分の1乗に分けてこう書くことができるんで、まあ、こっちで書きましょうか、今回は。で、それと、あとここです。t の2乗っていうのがここにあります。t の2乗、x プラス1なので、ここに、これカッコの中身ね。ここ。t の2乗に x プラス1入れたらこうなると。で、計算すると 3x マイナス2だから、3x マイナス2がカッコに残ってる。つまり、それをきれいにまとめると、先にこっち書こうか。3x マイナス2、x プラス1、で、ルート、x プラス1、プラス4となって、これで終了となります。はい、長い。まあこれ3問共通して言えることですけど、やってることはもう全部同じです。置き換えて、で、まあ t って置いたんでね、t の式に変えていく。全部きちんと変えていって、あとは丁寧に解くというパターンです。では2番行きましょう。で、次はルートがありません。ルートがないときは、まあだいたい指数がね、そう3乗とか大きいところを変えてしまうが楽です。だからこの場合だったら、ここです。x プラス1。ここを t って置きます。まあ、どこを置いたら楽になるかなっていうのは問題数こなしていくと見えてくるので、まあ、その発想でいいかと思います。そうすると、ここが、まず t の3乗になるんだよね。t を置くことによって。で、当然ここも変えなきゃいけないと。で、これは、さっきみたいにルートがないから、2乗とかせずにこうやって変えていくと、x のとこに t マイナス1を代入すればいいと。つまり、2カッコ x マイナス1マイナス1だから、ここが 2x マイナス3、x じゃない。失礼。t だ。2t マイナス3とこうなります。ね、2つも t になりました。あともう1個。dx ね。忘れずにここも t に変えていこうと。で、それは同じ。さっきと同じで、これを t で微分します。で、t で微分すると、1になって dx dt が出てくる。で、これ t を微分すると1なんでね。こうなります。だから、つまり dx イコール dt なんだよね、これね。だから dx のところを dt に変えちゃっていいよと、こうなる。だから、与えられた式が、インテグラル、t の3乗配りましょうか。こうなって、こうなるか。2t4 乗マイナス 3t3 乗 dt。で、積分していくと、さっきと似てるね。5分の2、待って、インクが。t の5乗。で、マイナス4分の 3t の4乗と。で、プラス c か。c。はい、ちょっとごちゃごちゃするね。5分のと4分のが20分の1か。ちょっと分子はきついな。20分の1。これ6に見えるね。20分の1出して、あと t の4乗も出しましょう。出して、で、逆数かければいいから、逆数かけると8が残る。8t マイナス15。で、プラス C となりました。ちょっと詰めてご、ちょっと詰めてごめんよ。どうしよっかな、ここでいっか。ちょっと濃くなったから許して。20分の1。で、T はもともとこれだね。だから4乗も X、プラス1の4乗。で、ここ 8T マイナス15は T イコールこれなので、X プラス1をここに代入すると、8X マイナス7か。8x マイナス7プラス c でこれで終了です。ごめんよ、右の問題をちょっと板書を使うので詰めた。見にくくて申し訳ないんですけど。こんな感じです。よし、ラストですね。まあ、ルートが分母に来てますけども気にしない。ここを置いていきましょう。ここね。なので、ちょっと詰めるか、ここは。ルート 2x プラス1を t と置くと。で、まぁ、1番と似てますね。2乗してまず、ルートを外していきましょう。2x プラス1イコール t の2乗と。で、ここが t になるんですけど、これ x イコールになってるので、一応書き直しますか。x イコール、持ってくるとマイナス1、両辺2で割るので、
2分の t2 乗マイナス1とこうなってます今。まあ、整理は後でしましょう。で、こっちと一緒ね。t で微分します。t で微分すると、こっちがまず2が残って、dx dt イコール 2t か。こうなるので、dx イコール t の dt ですね。こうなる。で、これで置き換える材料全部揃いましたんで、やっていきましょうと。で、ちょっと上にやりましょうか。これ、もともとね、まあ、こんなんやんなくてもね、わかる方は全然構わないんですけど、こうですよね。あの、分数無理やりちょっと分けましたけど。x かけるルート 2x プラス1分の1だと。で、x が今これなので、ここが、2分の t2 乗マイナス1なんですよ。で、ここが今 x って置き換えたので、ここ t 分の1なんだよね。で、それに dx がこうなってるから、tdt かけてるから、こう約分できるんです、こうやって。結局、この式を書き換えると、ちょっと持ってきたけど。まとめると、まあ、これ出しておこうか。2分の1出しといて、t の2乗マイナス 1dt とこうなりました。与えられた式がね。じゃあ、あと積分していきましょう。ということで、まあ、2分の1、戻しててもよかったな。2、だから戻し、2分の 1t の2乗だとして、3分の1が出てくるから、6分の 1t の3乗。いや、戻さなくてよかったな、これな。マイナス。まあ、ええわ。こうですね。こうなります。で、6分の 1t を出しましょうか。そうすると、t の2乗、マイナス3と。これが残ります。t はもちろんこれで OK なので、括弧の中身が t の2乗イコール 2x プラス1か。これを入れると、あとは、待って、括弧の中身何になる？括弧の中身が 2x マイナス2か。あ、これちょっと待って。答え書くしかないけど、1行入るか。一回書くと、6分の1で t が、ちょっと一回、そのまま書きますね、順番。2x プラス1です。で、カッコの中身が、2t マイナス2になります。t の2乗、これ戻すとね。で、2t マイナス2って2でくくり出せるじゃないですか。2をくくり出すと、ここの6と約分ができるので、結局、3分の1。で、カッコの中身が t マイナス1になって、ルート 2x プラス1。で、積分定数の c を書いて、これで終了となります。いやー、なかなか長かったっすけどね。あー、待って気づいてよかった。これさ、そうだよね。書き換えたから X だよね。これ多分ここ見てた方は座標配置やらかしたかってね。よくやらかすからね。申し訳ない。気づいてよかった。で、こうなります。失礼しました。まあ全部3問通してやってることはまず置き換えですね。まあ最初でも言ったけど、全部ではないです。全部ではないんですが、ひとまずルートのところを文字で置いて置換すると、すんなりいく問題は定期テストとかのね、レベルだったら非常に多いので、まずこんな感じで、ルートがあればそこまず置き換えてみましょう。で、こういう感じになってたら、まあ指数が大きいところ、3乗とか大きいところを置いてしまうのは楽かなとは思うんですが、どこを置いたら楽にいけるかなっていう発想は積分において非常に大事なので、まあその発想でぜひやってみてください。では、今回はね、痴漢積分丸2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。